今年の12月担当を受験します。管理が苦手で初見問題が全然解けません。単純な例題的な問題は解けるのですが、問われ方が複雑だとできません。何かコツがあれば教えていただきたいです。これ結果論当連だと思うんですけど、当連の解説を聞いて A なのか B なのか C 論点なのか、それが初見で解けるべきなのかどうかっていうのは絶対解説してくれてるんで、それとまず合わせた方がいいですね。でそれでこれは簡単でしたね、解けた方がいいですよ、考えたら解ける問題でしたよね、これぜひ解いてほしかったですよって絶対言ってくれるじゃないですか。それが解けてないんだったらやっぱり理解ができてないと思うんで、テキストもう一回見直して根本的な理解、それでも分かんなかったら講義を聞き直す、でそれでも分かんなかったら先生に聞く、ほんで理解をもう一回やった方がいいと思いますね。管理はでも特に初見でも解けませんよねっていう C 論点結構あると思うんで、管理だけ担当式でも 60% とかでも全然 OK みたいな風潮あるじゃないですか。ただそこはあんまりへこみすぎないで基準値を1個下げてもいいんじゃないかなと思いますね。企業法監査財務会計は8割7割取れないとやばいってマインドセットで、管理だけは6割7割かもしれないんで、同じ目線でジャッジしてませんかっていうのは思いつつ、 ABC 管理でちゃんと解説でそれを答え合わせしてほしいです。会計士試験の財務管理の計算伸ばすのにいい方法ありますか？はい、もう結論として裏技はないので、しっかり理解をしてトレーニングを解く、もうこの繰り返しですね。ポイントは繰り返ししかなくて、で一般的にはですけど、だいたい3回とか5回転ぐらいすればある程度知識ってもう定着すると思うんですよ。で次のポイントが、その回数がじゃあ3回ですね、5回ですねって分かったとして、次のポイントが、その1年に1回見直してて合計3年で3回ですだと絶対忘れちゃうんですよ。なのでいつもお話ししてるんですけど、その授業を受けたらまず翌週までには1回やる、まあ理想的には翌日なんですけど、翌日に1回見直す、そう1週間後に、やり直す、で次が2週間で、次が1ヶ月で、まあメンテはあとは2ヶ月とか1ヶ月スパンでやっていくっていうのが、まあ、結構王道なスタイルだと思うので、財務と管理ってもう計算量多いですし範囲も広いので、その全論点ですよね。そんな感じでチューニングっていうか維持していくっていうのがもう王道というか、それしかないのかなと思います。どんな天才でも1年に1回メンテナンスすれば一生忘れませんっていう人いないので、その定着レベルまで行くまでには翌日1週間2週間1ヶ月後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 みたいな感じで、はい、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。で呼吸レベルにできるようになってきたら、まあそれこそ2ヶ月と3ヶ月置いてはいいと思うんですけど、はい、もうそのレベルだと思います。はい、ぜひ頑張ってください。回転です、回転、はい、で目安は3回5回はやる、トレーニング当連、はい、あとテキストの例題です。受験生時代、財務会計と管理会計どっちが得意でしたか？圧倒的に財務会計ですね。おお、圧倒的に、でも好きなのは管理会計だったとかね、そうなればね、さっきとついてしまうんですけど、はい、やっぱ財務会計って花形だし一番得点比率高いんで、はい、まあ、財務会計が好きでしたね、簿記、はい、が、うん、なるほど。管理会計はね、どっちかっていうとそれこそ内向きな計算なんですよ、はい、財務会計っていうと公表用の数字を作るんですよ、はい、うちの決算でこれですみたいな、売上とか利益これです、資産負債これですみたいな、はい、管理会計って、はい、あなたがどんだけ生産性を 発揮してるかとかを、はい、社内用の管理会計なんですよ。まあ、管理会計管理する通信簿みたいな。そうなんで、あんまモチベーションわからなかったんですよね。はいはい、なんかそう、やっぱ大きい方が好きなんで僕。なるほど。そう、派手な方が好きなんですね。そう、ちょっと近かったんですよね、すごい。利益率分析とかしたりするんですよ、管理会計って。それがちょっと嫌だった。あんま向いてなかったかなっていう。なるほどですね。23年目標です。管理の業務的意思決定のところが難しいです。楽しいと思うんですが、楽しいんですけど僕は、でもこれ僕もいろんな人の話聞いててそうだなと思ったことがあって、全部さっき僕好きだなって言いましたけど、全部好きになる必要全くないんですよ、てかないっぽいんですよ。ただ好きか嫌いかっていう論点と、それがじゃあ実際解けますか解けませんかっていうのはこれ全く別の議論なので、なんで難しいです嫌いですは全然ウェルカムなんですけど、難しいはちょっと危険ですね。せめて解けますにはしといた方が、もうこれ割り切りですね、しといた方が、まあ、試験の身のためっていうのは一つありますね、はい、なので、まあ、難しいと思ってるんだったら、まあ、でも広い視点で考えた時って、受かってる人は業務意思決定はまあほぼ解けるはずですよね。で会計士で業務的意思決定が分かりませんってこれ多分いないんですよ、ってか致命傷というかやばすぎるので、ってことはこれに関してはやらなきゃいけない論点なので、しっかり難しいですってことはやらなきゃいけない。これが一つなんだけど、もう一個何かって、だから逆に言うと、だから全員分かりますって言った通り、何かというと全員理解できてるんですよ。なのでそんなレベルの論点なんですね、おそらく。そのいろんな学業の人が、学力の人がいらっしゃる中でみんな分かってますから、
多分やってないだけですけど、やったらできるはずなんで、これに関してこの論点に関しては頑張ってみてほしいなと思います。はい、意思決定の問題で、その差額原価、埋没原価、あと機械原価、機械損失、いろんな言い方ありますけど、これ普通に一般生活とかにも結構使えたりするんで、なんか A 案と B 案悩んでて、 B 案で悩んでる人の話聞いたら、いやそれって A 案取ろうが B 案取ろうがマジで関係ないことずっと考えてる人とかいるんですよ。もうそれ差額原価ですよ、埋没原価ですよねみたいな、ごめんなさい、埋没原価ですよねみたいな。でもそれってこれを知ってるから、あそれって外さなきゃいけないよねとかって結構普通に考えれたりするんで、うん、普通に人生レベルでもこの論点やっといていいよと思いますね。頑張ってください。